第466条1、債権は譲り渡すことができる。ただし、その性質がこれを許さないときは、この限りでない。2、当事者が債権の譲渡を禁止し、または制限する旨の意思表示、以下、譲渡制限の意思表示という、をしたときであっても、債権の譲渡は、その効力を妨げられない。3、前項に規定する場合には、譲渡制限の意思表示がされたことを知り、または重大な過失によって知らなかった譲り受け人その他の第三者に対しては、債務者はその債務の履行を拒むことができ、かつ譲渡人に対する弁済その他の債務を消滅させる自由をもってその第三者に対抗することができる。4、前項の規定は債務者が債務を履行しない場合において、同項に規定する第三者が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、その期間内に履行がないときはその債務者については適用しない。債権者が B に対して債権を持っています。債権には金銭債権や引き渡し請求権等さまざまなものがありますが、原則として第三者に譲渡することができます。では30万円の金銭債権を A に譲渡したとしましょう。実はこの債権には譲渡禁止特約がついていました。つまり債権者は約束を破ったことになります。しかしこの譲渡は有効に成立します。なので A は B に30万円の支払いを請求することができます。それだけなら譲渡禁止特約は意味がないのですが、実はB が支払いを拒むことができる場合があります。それは A が譲渡禁止特約があることを知っている場合と、 A の重大な過失により知らない場合です。また B は債権者に支払ったので債権が消えたということもできます。さて A が悪意または善意重過失だとして、 B が支払いを拒み債権者にも支払わないとしましょう。このような場合、 A が相当の期間を定めて譲渡人への履行の催告をし、それでも B が債務を履行しないときは B は A の請求を拒むことはできません。今回の解説は以上です。お疲れ様でした。